ミシー、ハルカ、ハトネ、マホ、私たちはチェコでーす。はい、ということで今日の企画は、はい、なんじゃもんじゃゲーム一緒にやってみよう。ずーっとやりたかったんです。そう、実は一回私たち宝部さんとねやったことがあるんですよ。そうなんですよ。今日は宝部さんからなんじゃもんじゃゲームのカードをお借りしたので、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあルール説明をしたいと思います。はい、かわいいなんじゃもんじゃたち12種類のカードが60枚あります、うん、こういう風に60枚を並べます。で、こう引いてキャラクターに名前を付けていくというゲームです。何回かやっていくうちに同じカードが同じキャラクターが出てくるので、それを言えるかっていうゲームです。例えばこれはつぼちゃんつぼちゃんっていう名前だったら、怒った時につぼちゃんつぼちゃんって言って最初に言った人が取れるみたいな感じです。で、だんだん枚数がこう増えていくので、手持ちのカードが多かった人が勝ちということになります。それでは早速いきましょう。レッツチェコー。先攻後攻じゃんけんぽい。じゃあちょっと手前でいきたいと思います。どうする。いきます。はい、まず1問目ダン。ナスビのおひょひょん。わー、長いよ。ナスビのおひょひょんですって。ナスビのおひょひょん。ムラピーさん。何？ピーピーピームラピーさん。難しいんだけど。スケーター。スケーター。スケーター。いくよ。いくよ。うん。お、新しいキャラですね。ヒーロー G。ヒーロー G よ。え、なんだっけこの人。ピーピーピーだっけ。違う。最初はグー、じゃんけんぽい。シャー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 。何？スケーターね。今覚えたわ。じゃん、新キャラです。ムラピーさん。ね、待って、なんかもう一人いなかった、そういう人。ピーヤラ、ピーヤラ、パパピーヤラ。ねえ、ダメだよ、ダメだよ。キロイロイだ、キロイロイだ、キロイロイだ、キロイロイだ。あ、キロジーだ。キロスケーター。これうちでしょ。全く分かんないんだよ、この子誰だか。誰？新キャラ。え、これ新キャラ？新キャラ、新キャラ。おぉ。大人みたい。スケーター！スケーター！ムーブブラピーザ。ね、もう、あったしか分かんないやん。パジオ。ナスミとおひょひょん。ナスビのおひょひょん。そうだよ、そうだよ。なんかさ、おひょんナスビ。僕の勝利。誰？新キャラ。太陽ポン。うわぁ、なんでさ、長いんですか、そんなに。手をつけて、太陽ポン。わかりました。ヒロイさん。ヒロイさん。そうだ。さすが緑だけありますね。早く。なさきのひろ！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 大丈夫、じゃけんぽい。しゃ。見ないで。新キャラ。抹茶のクッキー。抹茶のクッキー！大丈夫、じゃけんぽい。大丈夫、じゃけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。違う。え、わかんない。え、じゃあもう、じゃあさ、新しい名前にしようよ、もう。うん、キロジー。あ、キロジー、大丈夫だね。新キャラ、はーい。オッケーオッケー。ピピピ、ブラピーさん。
こにゃにゃします。ねえ、こうやってやるのね。こにゃにゃします。あ、こてつ。抹茶のクッキー。こてつ、こてつ。こにゃにゃします。万歳。太陽。これが太陽パンだね。あ、違う、万歳。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 これは万歳なの。これは万歳なの。こにゃにゃこにゃにゃこにゃにゃこにゃこにゃこにゃ。何人だよこれ。せーの、最初開けるじゃけない。最初開けるじゃけない。はい、やばい。はい、このね、余韻がすげえ。いいやつだった。ピーピーピー村の P さんとかマジで意味わかんなかった。めっちゃ楽しい。本当楽しい。